これから横田選手の引退のセレモニーが行われることになってます。慎太郎選手の引退セレモニーを行います。監督はちょっと泣いてらっしゃいましたかね。そしてこれからマイクの前で挨拶です。阪神タイガースの皆さん、本当にこのような素晴らしい時間を作ってもらい、本当にありがとうございます。監督さん、コーチの皆さん、スタッフの皆さん、選手の皆さん、本当に今までありがとうございました。
僕が試合にも出ていないのにいつも体の心配、野球のことをいろいろそうやって本当に感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。そしてファンの皆さん、僕が試合にも出ていないのにいつもスタンドにはたくさんのファンが来てもらい、自分がグラウンドでもがいているときにいつも自分以上に必死に応援をしてもらい、本当にいつも感謝の気持ちいっぱいでした。本当にファンの皆さんありがとうございます。そして今日来てくれた両親、そんなに試合に出るのが遅くなってすいません。入院中から僕以上に大変な思いをしたと思います。しかしこうやって今日試合に出してもらったのも間違いなく強い両親のおかげです。本当にありがとうございます。そして最後に僕の目標だった試合に出る、そして24番をつける、それに携わってくれたチームの関係者の皆さん、本当にありがとうございます。今まで諦めず野球やってきてよかったと今日は改めて思いました。これまで本当にたくさんの方に励まされ応援されここまで来れました。最後まさかこんな素晴らしいことが起きるとは夢にも思っていませんでした。これまでそういうことがありましたが、自分に負けず自分を信じて今まで自分なりに必死に練習してきて、本当に神様を見ていると今日思いました。今まで僕に携わってくれたたくさんの方々、本当に今までありがとうございました。続きまして、花束の贈呈を行います。福岡ソフトバンクホークス小川監督から花束が贈られます。
横田選手と同期入団で阪神タイガース選手会長の梅野選手から花束が贈られます。そして阪神タイガース矢野監督から花束が贈られます。
最後は背番号24番に着替えてのこの引退のセレモニーに参加したこの横田選手、まあ、特にご両親そしてご家族からの花束の際が、最後正面を向いていることもできませんでした。こらえることができなかったその涙、あとは仲間たちと、抱き合って6年間のプロ野球人生そこに幕を下ろすことになります。活躍したシーズンはわずか1年間でしたが、これだけの盛大なセレモニー、そして一軍からも数多くの選手たちが駆けつけました。それがこの横田選手の最大の財産だったかもしれません。決してそのリハビリの期間は無駄ではありませんでした。2年半実直に野球に取り組んできたことがこの引退セレモニーを見てよくわかります。横田慎太郎選手、今日は途中から守備につき見事な捕殺、6年間24歳、プロ野球人生今日が最後の日になりました。Thank you.
ご来場の皆様にお知らせいたします。この後準備が整い次第、横田選手が三塁側退場門で本日ご来場の皆様をお見送りさせていただきます。この後準備が整い次第、三塁側退場門で横田選手が皆様をお見送りさせていただきます。ご希望の皆様は係員の指示に従ってお並びください。ご希望の皆様は教え合わないで落ち着いて係員の指示に従ってお並びください。なお、ツーショットでの写真撮影はご遠慮くださいますようお願いいたします。今こう、ほら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 、ほ